おはようございます。1月3日、冬季講習やっていきましょう。で、今回は数学の関数の問題を2問やりますので、一回ね、動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。では、早速ね、自分の方は解説やっていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。よっしゃ、行くか。で、今回は、関数が2問ありますね。y イコール x2 乗と4分の 1x2 乗。で、今回これ、まあ、文章を読めばね、ab が y イコール x2 乗のグラフ上って言ってるから、a と b 通ってるこっちが y イコール x2 乗だし、まあ、問題によってはね、普通に書いてくれてるのもあると思うんですけど、こっちが y イコール4分の 1x2 乗と。なってるんですが、まあ、この問題ね、こういうタイプの問題で活かせる知識じゃないんですけど、グラフが2本あった時に、そのくっついてる数字で、どっちが急な二次関数で、どっちがこう緩やかな二次関数かっていうのを判断できるようにぜひしておいてください。例えば、y イコール、正の方がわかりやすいんで、ちょっと正でいきますね。y イコール 5x2 乗と 2x2 乗ってあるじゃないですか。で、くっついてる数字が5と2なんで、5のが大きいですよね。大きい数字の方が、大きければ大きいほど急になります。こうやって。小さければこう緩やかになる。まあ2はこんな緩やかにならないけど。これぜひ覚えておきましょう。で、今だったら1と4分の1なので1の方が大きいですよね。だから1でこっちは急になってると。これ他の問題で活かせることがあるのでぜひね、覚えておいてください。負になるとね、こっちになると、ちょっと考え方が若干変わるんですけど、まずは正で押さえておけば、それの反対側だからね、負に関してはいいかなと思います。まあ若干話したらそれましたが、で、いつもね、ここにある情報をこっちに書き込んでいくんですが、ほぼないんですよね。もう書き込んで、あとは AC と BC、この AC と BC が X 軸、Y 軸に平行だって言ってる。これ何言ってるかっていうと、AC は真横ですよってちゃんと。BC はまっすぐ縦ですよって、まあ、ここは後でポイントになるんですけど、まあ、それを言ってくれてて、では ABC の、X が正の部分で考えましょうと。じゃあ、1番から行くんですが、今回、1番で、まあ、A の座標が2の4の時と言ってるんですけど、この数字が2番で使えないんですよ。だからちょっと書き込むとごちゃごちゃするんで、1番は書き込まずに行きます。でね。まず、A の座標が2の4じゃないですか。そうすると、C の座標が出せるわけですよ。出せる。ここがポイントね。今回1個目のね。で、なんで出せるかっていうと、真横なんだよ。AC。A と C は同じ高さの部分にいる。つまり、Y 座標が一緒なんです。A と C は。A って、ちょっと無理やり書き込むと、2の4っていうのは、ここが2で、ここが4なんですよね。2の4だから。座標としては2の4ね。ってことは、C の Y 座標も同じく4でしょ？ここに書き込めば、まあ明らかにわかりやすいんですけど。だからここ4じゃねえかと。で、いつもやってるように関数っていうのは片方の座標が出てしまえばもう片方はほぼほぼ出ます。まあその出す条件としては C がどの関数の上にあるんですかって。今、Y イコール4分の 1X2 乗の上にありますよね、こうやって。だからあいつに代入ができると。だから Y に4を代入すると4イコール4分の 1X2 乗。x2 乗イコール、これ16になります。2乗を取る代わりに、プラスマイナスルートをつけるのが、二次方程式のルール。で、ルート16っていうのは4と一緒なので、プラスマイナス4となります。だから、ここ、プラス4もマイナス4も入るんです。ここだけの計算だとね。ただし、今、x は正の部分だけですよと言ってるので、マイナスの方は答えとして使えません。だから、C は4の4ってことがすぐわかります。で、もう一歩、もう一歩、もう一個ね。じゃあ次 B 出しましょうと。今度はさっき真横を使ったんですけど、まっすぐ縦なんですよ。まっすぐ縦ってことは、B と C の X 座標が今度同じです。なぜなら C のここが、今4になってる。4の4だからね。見てわかるように B も C も同じ X 座標のとこですよね。だからこっちが4ってことがわかります。で、やることはさっきと同じです。X が4とわかりました。B は Y イコール X2 乗の上に乗ってる点なのでこっちを使います。関数はね。で、X のとこに4を入れると Y イコール4の2乗ってことは16。つまり Y は16だから4の16となってこれが答えです。
B の代表、B の座標出せって言ってるからね。これで終了。では、2番ですね。AC イコール BC。つまり、このグラフと、このグラフだと全然違いますけど、ここの長さと、ここの長さが同じとき、A の座標を求めなさいという問題。で、解き方は多分ね、これ長さが一緒なんで、なんだ、三角形二等辺とか使っても、まあ、いけると思うんですけど、まあ、一番オーソドックスなやり方で行かせてもらいます。でね、A をさ、求めたいじゃないですか。だから、A を文字を使っておきます。まあ、A だから A って使った方が分かりやすいかな。ちょ、自分どうしても T を使うね、癖があって、T 使ってもいい。で、何を置くかっていうと、求めたい座標の X 座標を文字で置くの。こうやって。T ってね、今置きましたけど。そうすると、これ A っていうのは Y イコール X2 乗のこの関数の上に乗ってますよね。さっきと同じです。X のとこに T を代入することができるから、ここに T を代入すると Y イコール T2 乗になりますよね。ってことは、Y 座標は T の2乗ですってことだから、一つの文字でこうやって置くことができるの。求めたい座標をね、こっからスタートします。で、あとはやることはさっきと同じです、基本的には。A から C、真横にあるから C をまず置きましょう。A と C は Y 座標が一緒だから、ここが一緒。こうなるよね。で、X 座標を求めたい。求め方もさっきと同じです。Y のところに T2 乗入れるから、T2 乗イコール4分の 1X です。で、あ、X2 乗か。で、これをまとめると、X2 乗イコール 4T2 乗。で、2乗を取る代わりに、プラスマイナスルートがつきます。で、まあ、マイナスはどうせ使えないから、ここ。だから、まあ、プラスの方で、ルート 4T2 乗。で、一回書くか。ルート 4T2 乗。4T っていうのは、4T2 乗っていうのは、2T の2乗なんですよね。2は2乗すれば4だし、T は2乗すれば、T の2乗になるから。で、こうなるから、2乗を取る代わりにってことで、ルートが消えて 2t になります。つまり、ここ 2t なんです。x 座標はね。で、同じように b も置きましょうと。b は c と x 座標が同じなんで、ここ 2t ね。こう。で、y イコール x2 乗の x のところに、これ、濃度がちょっとおかしくて、2t を入れると、2t の2乗なんで、4t の2乗とこうなります。t が入ってる。文字が入ってるけど、さっきとやってることは一緒です。つまりはね。で、最後勝負行きましょう。AC と BC が同じです。で、ここで、まあ、関数ですごく大事なね、知識なんで覚えておいてほしいのが、真横の線。まあ、AC ね。真横の線の長さの出し方です。これは、右の、今右だったら C ね。右側にある。こいつの X 座標から左側の X 座標を引いてください。右から左の X 座標を引くんです。文字だろうが何だろうが関係ない。絶対それでやる。右から左を引く。つまり今 C が、右が 2t でしょ。2t から A、左側にあるこいつの X 座標を引くから t。つまり AC は t になります。こうやって。で、もう一個。BC です。今度は、まっすぐ縦ですよね。まっすぐ縦の長さを置くときは、上にある座標の Y 座標から下の Y 座標を引いてください。まあ、これだと分かりやすいね。ここの、値、ここの Y 座標から、ここの Y 座標を引けばいいんです。この長さ、この長さからここを引けば上残るからね。で、今、B の Y 座標は 4t2 乗です。4t2 乗。から、下、C の Y 座標 t2 乗を引くと、こうなります。3t2 乗。で、今 AC と BC 同じですよね。つまり t イコール 3t2 乗となります。で、これね、地味にミスりやすいんで気をつけましょう。これ今まとめただけです。移行してね。まとめました。これどうするって言ったときに、これ、因数分解の一番、最初に習う、くくり出しです。いい。共通項。t が共通なんで t を出してください。と、3t-1 イコール0となります。こっから出てくる答えは、t イコール0と3分の1ですからね。0と3分の1。まずは、これ、どっかで、ちょっとちゃんとやりたいね、これはね。ちょっと大事なことなんで。
無理やり掛け算を入れて書きました。こうなります。あの、間に掛け算入れただけね。これは、ほにゃららかけるほにゃららがイコールゼロになってます、今。で、これどうするかっていうと、掛け算っていうのは、どっちかがゼロになれば、掛けてゼロになるじゃないですか。つまり、こいつがゼロになるか、こいつがゼロになるか、どっちかなんですよ。だから、t がゼロになるかってことで、まず t イコールゼロなの。答えは。で、3t-1 がゼロになればいいから、3t-1 イコールゼロ。つまり、3t イコール1だから、t イコール3分の1なんです。で、これ、答えね。で、t っていうのは a の x 座標ですよね、もともと。だから0ダメなんですよ。正の部分にあってほしいから。つまり答えこっち使えないので、今。つまり3分の1の方は使えますと、t はね。で、求めたかったのは a の座標、ここです。求めたかったのは。だから最後、代入し直して、a は3分の1。で、t の2乗なんで、3分の1の2乗して、9分の1と、これで終了となります。まあ、前回の、まあ、2日前のね、あの、円を使った図形の問題に比べれば、やりやすいかなとは思うんですけど、もしかしたらね、関数得意な方にしたら、いや、簡単だわーってなったかもしれないんですけど、すごく大事です。このね、座標を置いて、真横とかまっすぐ縦の時に、それぞれ座標がどんどんね、なんだろう、崩していける、求めていけるっていう問題だったり、あとは長さを使う。右の X 座標から左の X 座標を引いたり、上の Y 座標から下の Y 座標を引くっていう時も使えますので、ぜひね、その技の方も覚えておいてください。では、今日もね、本当にお疲れ様でした。本日もね、1月3日もぜひ頑張っていきましょう。